違うな。さすが万博開催目前ということで。マスターないんですか？なぜかというと店の手数料は、まあ、マスターの店の方が高いから、やっぱり有名な場所となってます。これミナレットのドバイのバス停なんだけど、ドバイはまあ真夏暑いからバス停が全部こういった形で建てられていて、中はねエアコン完備なんだよね。バスタキアという歴史地区に来ました。ラクダがいるんだよね、ここ。はい、ラクダちゃん、こんにちは。昔の木造船だね。ドバイはこのダウ船という昔の木造船を作るのが、まあ、昔のドバイの産業でした。で入ってすぐこういう感じで昔のドバイがあって、で中に入ると、まあ、昔のドバイから今のドバイまでを、簡単に説明するようないろんなコーナーが見れます。あ、これいいな。大変こんにちは。こんにちは。なんでやねん。なんでやねん。はい、ドバイゴールドスークです。ドバイは最近消費税 5% が決まったんだけれども、まあそれを入れたとしても、なんか一応今のところ世界で一番金が安い市場、世界最大の金の指輪ですね。もう金金ピカピカ、金キラ金、金のお店が延々と、まあ、続いていく。からデザート触りに行きます。ドバイの砂漠。うわー、目指しているとこあるんですか？あるんですよ、それが。あるんですね。そう。うわあるということで、ちょっと立ち寄ってるんだけど、なんかすっごいよ、ここ。かなりね、いろんなこの廃材を使って、もうものすごいかっこいい空間にしちゃってて、これ。マッドマックスっていう映画とか、あと北斗の拳見たことある人だったら、これここに立ち寄るとかなりワクワクドキドキしちゃうんじゃないかなっていうような、そんな場所です。北斗の拳、マッドマックスをテーマにしたドライブインなんだけど、トイレがね。あ、ペダル踏むとこれ水が出るんだ。すげえな。こっちは大きい方なんだけど、こんな感じの。もう北斗の拳すごい。やってみるね。すごいなこれ。どうかなって感じだけど、ついつい取っちゃいますね、これは。アブダビのモスク。いや、すごい人今日。シェイクザイードグランドモスク、正式名称はシェイクザイードビンスルタンアルナヒアングランドモスク。すっごい眩しい。
行きました。マスダールシティです。シェアバイスク、シェア自転車とか、あとこういった電動キックボード、まあ、そういったものが普通に日常的に使われています。ほら、建物がほら、壁が全然流線形じゃない。こういうの。マスダールシティの無人運転電気自動車ウィンドタワーですね。昔のアラブの伝統建築を利用した、上空の風を上でドバイワールドエクスポの建設予定地開発会場ですね、やってきました。まだ工事中なんですけども、かなりの急ピッチで工事が進められているようですよ。はい、エクスポ2020ドバイのスポンサーの日産の車がね、これドバイワールドエクスポでは使われるわけです。エキスポ2020のオフィスですね。こちらがドバイワールドエクスポの会場のジオラマですね。ドバイモールにやってきました。これ MR プロパティーズの、新しい世界最高層ビルのジオラマが飾られていますね。世界、まあ、最高層ビルブルジュカリーファを作ったこちら MR プロパティーズの新しいプロジェクト、ドバイクリックハーバーという世界一の最高層建築物、このドバイモールの水族館ですよ。このドバイモールの一つのスポットでもあるこのでっかい水族館、これね、世界一の一枚もののガラスなんですよね。この水族館世界一のガラス。まだねちょっと時間が早いので、まあ、そんなに人がたくさんいるわけではないんだけど、まあ、それでもまあ、たくさんの人がいますね。平日の昼間というのに、でこれから夕方、まあ、夜にかけて、まあ、もっともっとこれ以上の人が集まってきて、まあ、ドバイモールっていうのはだいたい夜ものすごい人が集まるんでね。こんなねドバイモールの中にこの滝も流れていて、ここも昔からの名所だよね。あと向こうの方に行くとアイススケート場があります。ドバイモールの隣にあるのが、かの有名な世界最高高層ビルのブルジュカリーファです。高さ 828m、 こちらですね。この後このブルジュカリーファの展望台の方に、ここからブルジュカリーファのねいろんな歴史が見えるんですけど、これですよ。これ僕が今日話したシェイクムハンマドの言葉、 From Vision to Reality、これが世界最速のねエレベーターなんですよ。アップトザトップ、一気に行きますよ。124階まで。はい、世界一世界一に到着。いいっすね世界一に到着。こんな感じです。向こう側に見えるのがドバイクリークの延長線上で作られたドバイクリークハーバーで、この下ここずっとアドレスホテルと、まあ、大きな扇形の形をした建物がドバイモールですね。世界最大のショッピングモール、ドバイモールで、ドバイモールの向こうに今このダウンタウンドバイの街はこうやって作られて、まあ、その向こうに何があるかっていうと、まだまだ工事現場、何もない開発、これから始まるような砂漠がねずっと向こうの方に広がっています。だんだん夕方になってきて、人がこれすごい集まってきましたね。もうすぐドバイファウンテンの噴水のショーが始まるんで、どこからともなく、まあ、たくさんの人がこのブルジュカリーファの周りに集まり始めています。これが今僕らが登ってきたブルジュカリーファ、高さ 828m。